病院でね、じっと病院で出されるご飯をおとなしく食べているということがね、なかなか難しくなってきちゃうんだよね。アルコールを頼んでたんだよね、もう普通に。その人は生頼んでた。俺も生頼んでたのかな、普通に。お酒を頼んで、これめっちゃいいとこ見つけたね、みたいな感じだったんですよね。まあ、目が合った瞬間ね、一瞬ね。はい、リタです。入院生活ハプニング集なんですけど、今日はね、毎日ランチを外に食べに行ってましたということなんですけど、まあ、入院生活をね、したことある人はわかると思うんですけど、病院食ってね、まあそんなに特別ね、美味しい食事でもないんですよね。まあ、すごい栄養バランスを考えられていて、今ね、自分たちに必要な栄養バランスを取るのはね、最高な食事なんですけど、それでもやっぱり人間ってね、体に良くないものが好きなんですよね。ファストフードとかね、まあ決して体にいいとは言えないものの方のが美味しい。お肉でも脂が乗った方が美味しかったりとかね、ホルモンが好きだったりとかね、まあ、あとはね、僕大好きなんですけど、ポテトチップスとかね、あんなの食べ過ぎたら絶対に体に良くないものの方のがね、人間は好きなんですよね。ね、体にいいと言われているものの方のが味があんまり良くなかったりとかね、まあ、最近は体にいいものでも味がいいものとかね、すごい多くはなってるとは思うんですけど、それでもやっぱり体に悪いものがね、取りたくなってくるんですよね。甘いものとかね、美味しいですよね。甘いものも取りすぎたらよくない。まあ何にも取りすぎたらよくはないんですけど、まあそれでもやっぱりね、病院のご飯はそんなに美味しくないので、やっぱ僕らも肉体的にはね、どっか怪我をしてるんですけど、健康か健康じゃないかで言うと、とても健康な体なんですよね。なので、やっぱりね、味が濃いものが食べたくなったりとかね、普段ね、病院以外で食べていたものがね、どうしても食べたくなってくるんですよね。それと、あとはね、もう自分たちで動けてしまうっていうね、この自由を手にしているので、なのでやっぱり病院でね、じっと病院で出されるご飯をおとなしく食べているということがね、なかなか難しくなってきちゃうんですよね。まあそれでね、毎日ね、当たり前のようにランチを食べに行ってました。まあ本当ランチ食べ行くのはもう看護師さんたちもね、もうランチ食べ行くということがもう毎日の日課になってるので、もう当たり前のようにね、もうとにかくじゃあ今日はランチに行くのか行かないのか教えてね、それだけをね、伝えました。なので配膳をしてもらう前に、もう今日僕たちの部屋、昼ご飯配らなくていいんですみたいなね、ことを伝えて、今日はどこ食べ行くのって言ったら、今日は目の前にね、腹中とかね、言ったりすると、じゃあ杏仁豆腐お土産で持ってきてとかね、まあそんな冗談も言いながらご飯を食べに行ってました。で、近くにあるのがやっぱり、まあ前どっかでも言ったけど、慶華楼っていう中華料理屋とか、あとはね、腹中さんがあったりとか、まあ、まあ、それなりにいろいろご飯屋さんがあったんですけど、でその日は僕は三つ上の人とね、一緒にランチを食べに行こうって言ってね、まあ普通にご飯食べ行ってくるねって看護師さんに言って、それでね、病院の近くで、まあ徒歩で行けるとこなんですけど、まあその人は足をね、骨折して松葉杖をついてたんですよね。まあ僕もまあ松葉杖ついてたかな、もう義足、いやいや、ついてましたね。二人とも松葉杖でした。もう僕はその時義足ついてたかな、ついてなかったかな、もうその辺のちょっと記憶はね、ちょっと定かじゃないんですけど、まあ昼ご飯を食べに行こうってなってね、まあ二人で昼ご飯を食べ行くのに病院を出て、まあ味どころ愛っていうね、ご飯屋さんがあったんですよね。で、そこで、まあ、そこはご飯屋さんっていうか、イザックみたいな感じだったんですよ。でも、味どころって書いてあるんですよ。味どころ、食いどころ、味どころって書いてあったのかな。まあなんか昼間もやっているような感じだったんで、まあ昼間はなんか定食とかランチみたいなものがあるのかなっていう感じでね、軽い気持ちで入りました。それでまあ、店の中入ってみると、もう完全になんかキープボトルとか置いてあるね。まあ、氷結がいっぱい並んでたりとか、他のね、焼酎がいっぱい並んでたりとかして、もう完全に夜は飲み屋さんだなっていう感じのノリのとこだったんですよね。それでまあ二人でね、めっちゃいいとこ見つけたよねっていう話になって、これ昼間来てね、のんびりするのに最高だよね、ご飯食べながらね、みたいなね。で、二人で、もうそこでね、完全にアルコールを頼んでたんですよね、もう普通に。その人は生頼んでたの、俺も生頼んでたのかな、普通に。で、まああと、食べ物は何食べたか覚えてはないんですけど、まあとにかくね、お酒を頼んで、これめっちゃいいとこ見つけたね、みたいな感じだったんですよね。で、そこで、で、僕ら以外に、一人だけお客さんが座っていて、で、そのお客さんもね、まあ僕らはボックス席に座って、で、カウンター席が何席、まあ10席くらいかな、カウンター席があって、そのカウンター席にね、一人男性が座っていて、まあ僕らから見ると背中を向けてるんで、誰かわかんなかったんですよね。で、ふとした時に、まあその人が立ち上がったのかな、なんかお会計する時かなんかの時に、パッと顔を見たら、なんか見たことある人の顔なんですよね。それを、まあ僕の三つ上の人も、僕も見た瞬間に、ってすぐわかったんですよ。それがなんと僕らが入院している病院の脳外の先生だったんですよ。で、脳外の先生もまあ僕らの顔を見た瞬間に分かって、うわっみたいな感じだったんですけど、もうお互いね、まあ見て見ぬふりみたいな感じでした。まあ病院の先生からするとね、お前ら何やってんだって感じだと思うんですけど、まあ僕らのことをね、見逃してくれたというかね、まあその先生もね、僕らが楽しんでるところをね、見てね、病院で僕らがね、お酒を飲んでたとかね、そんな余計なことは病院でね、言わなかったので、まあ何もなかったんですけど、
まあ、本当にふと入ったイザックで、僕らが自分たちが入院していた病院のね、農業の先生にばったり会って、もう僕らがね、お酒を飲み出した後に気がついちゃったっていうね。まあ、目が合った瞬間ね、一瞬ね、時が止まったかのような感じだったんですけど、まあ、お互いね、すぐ分かっちゃったんでね。まあ、でも、それでも、まあ、こうやってね、今ね、笑い話でね、話ができるようなね、いい思い出になってます。なので、もしね、病院を抜け出して飲みに行こうとしてる人たちは、まあ、病院の近くだと、病院の関係者に会うっていうね、リスクがあるということをね、肝に銘じておいてください。次回は、まあ、入院生活、まあ、4人部屋だったんですけど、食事中に、それだけはマジで本当に勘弁してっていうことをね、お伝えしようかなと思います。もう本当に食事中だけにはそれを本当にやめてって感じのことです。